アルコールを飲んでいい点はリラックスですよね。ストレスが軽減される。このストレスっていうのは筋肉をちっちゃくしてしまうのに非常に最悪なんですよね。北島達也です。今回のテーマはですね、アルコール、飲酒ですね、飲酒がどのくらい体に悪いかということをテーマにしていきたいと思います。体に悪いかというか筋肉に対してどう影響するかですね。これはほとんどの人が筋肉が分解してしまうので良くないとか、肝臓を痛めてしまうので良くないとかっていう、アルコールに対してのデメリットを説明する場合が多いと思います。もちろん、そういうデメリットはたくさんあると思うんですけども、アルコールのですね、一番は良くないんじゃないかなと思っているところが、これは持論になっちゃうんですけど、アルコール飲むと酔うじゃないですか。お酒に酔っていう状態は脳が麻痺している状態になるわけですよね。これがウェットレーニングっていうのは結構この疑似環境を作ってあげて筋肉を大きくするために下層の外敵を作って、それに対して体が防衛本能で大きくなるっていう作用を狙ってるわけなんですね。で、そういう強い刺激を入れてほんのちょっとの、ホルモンの分泌とかを良くしてあげようとして、体を一生懸命いろいろ使ってこの出来上がった状態がほんのちょっとのこの脳下垂体からホルモンが出る量をちょっと増やしてあげるとか、ちょっと変化を起こしてあげるっていうことにすごいこう積み重ねが必要なわけですね。この途中でですね、脳を麻痺させてしまうというのは何が起きるか分かんないなって、僕は個人的にその酔っ払うっていうことが非常にデメリットじゃないかなと思うんです。せっかくこの脳がこう筋肉つけた方がいいぞっていろんな刺激を受けていろんな栄養をとって、やっとその筋肉をつく方にたのに、そこで麻痺が起きると、その麻痺が何の影響をするかがわからない。ですから筋肉に対していい影響か悪い影響かと、いい影響はほぼないと思うので、その酔っ払いすぎっていうのが一番怖いかなって個人的には思います。いい点はリラックスですよね。ストレスが軽減される。このストレスっていうのは筋肉をちっちゃくしてしまうのに非常に最悪なんですよね。で、特に日本人はですね、結構生真面目な性格の人が多くて、ストレスを抱え込みやすい人種だと思うんですよね。ですから、ストレスっていうのは、もうストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールっていう、もう筋肉をもう完全に分解してしまうホルモンを出してしまうわけですね。で、このストレスを軽減させる方法っていうのは、なかなかやっぱりその手段としては難しい。中でもやっぱり、アルコールっていうのは人によってそのストレスを軽減させるっていう効果はすごい高いと思うんです。ですから、さまざまなデメリットを、ストレスっていうデメリットを比較したときに、ある程度を守ってもらえれば、ストレス軽減の効果の方が上がるんじゃないかなと思っています。で、じゃあそれはどういうところを基準にしたらいいかっていうとですね、アルコールっていうのはやっぱり酔っ払いやすい人と酔っ払いにくい人がいると思うんですね。強い人、弱い人。で、この弱い人っていうのは、いろんな研究で結局弱い人は、少ない量でもアルコールの毒をダイレクトに受けやすいっていうことが分かっていますね。アルコールの害を受けやすい弱い人が、例えば2杯でもベロンベロンになっちゃう人は2杯でも良くないと思うんですよね。で、それに対して1杯2杯だったら何でもないよっていう人はアルコールに対する、解毒作用も強いですし、あとは影響を受けない。で、さっき言ったように脳が麻痺して、酔っ払ってしまうっていう現象もまだそこまで起きていないので、デメリットが少ないんじゃないかと思っています。ですから、アルコールの適度な摂取量っていうのは1杯まで2杯までとかそういう決め方ではなくて、その人にとって酔っ払いすぎない量っていうのがいいんじゃないかなと思います。もちろんでもアルコールっていうのは筋肉大きかったりとか分解能力が高い人は飲み続けをどんどん飲めるようになっちゃうので、それは良くないと思いますけども、普通に飲み始めてすぐ酔っ払っちゃう人はやっぱ少ない量、もしくは飲まない方が良かったりすると思いますし、すごいの最初から飲める体質の人は2杯3杯ぐらい飲んでも多分筋肉には影響しないで、ストレスの軽減効果の方があるんじゃないかと僕は思っています。ですから、そのアルコールをですね、完全に僕今飲んでないんですけど、別に飲まないようにして飲まないわけじゃなくて、好きじゃないので自然に飲まなくなったっていうだけの話なので、アルコールを飲んでる時も、筋肉は普通についてましたし、そこまでひどい害はないと思うんですよね。ただ飲みすぎっていうのが良くない
と思うので、ストレス軽減させる量であって伸びすぎないで酔っ払いすぎないっていうことを考えてあげるとアルコールとはうまく付き合えるんじゃないかなと思います。結構この筋肉に対してアルコールは絶対飲まない方がいいっていう意見を出す人は多いと思うんですけど、実際によくはアメリカでプロビルダーとかトップ世界本当トップクラスの人たちと会ってどういう人かって分かると飲んでる人は意外といます。でまあコンテストの前は飲むのやめるけど終わったら飲むとかそういう区切りをつけたりとかあと週末だけ飲むとかっていうふうに、コントロールして全くやめてる人っていうのは僕みたいに嫌いな人以外はそんなにいなかったかなと思うので、それでも筋肉がすごい大きくなってる人たちは多いので完全にやめるって言わなくてもですねそのタイミングをちゃんと合わせたりとかだから良くないのはお酒にタイミングを合わせて、飲むんじゃなくってトレーニングの方にタイミングを合わせてお酒飲む方を決めるとか量を決めるっていうふうになってあげるといいんじゃないかなと思いますね。ですから本当にアルコールを無理して飲んじゃいけないからってずっとやめてストレスになってるぐらいだったら、まあ、週末だけ飲むとか2杯までは飲んでいいとかその酔っ払いづらい人でしたら、まあ、3杯まで飲んでいいとかっていうようなルールを決めてやってあげればストレス軽減作用の方が悪い作用よりも強くなるんで筋肉にもそんなに影響しない、もしくはいい効果もあるかもしれないので、今お酒をかたくなにですね大好きなのに無理してやめてる人はちょっと飲んでもいいかなと僕は思います。今回の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ってくれた方は高評価の方をお願いいたします。あとチャンネル登録コメントの方もできればお願いいたします。昔飲んでたんですよ僕も結構で、まあお酒好きじゃなくて、なんだろうパーティーが好きだったのでまあ、ティキーラショットとか飲んでたりするんですけど、あと海でね監視員やったことがあるんですよ20代の時に。その時に毎日バーベキューパーティーをやってたんですけど、まあビールもらうんですよね、監視員やってるといろんなところから。それで、まあ、ビールをガンガン飲んでたら、まあ、当時から筋肉あったんで、まあ、弱かったんだけど飲めるように結構なっちゃったみたいで、監視員みんな強いけど誰が一番強いかなっていう話になった時に僕の名前が出てて、いや僕はそんなお酒強くねえだろうとか思ってたら、気がついたらですねあの日カウントしたらビール1ケース飲んでたっていうことがあって、これ飲みすぎだなと思ってちょっとやめようかなって思ったのもありますね。